はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は星空星光くんを、使って暁大付属やっていきたいと思います。普通のサクセスは、かなり久々ですね。ずっとダンジョンにこもってたんで、デッキの方はこんな感じです。星空星光くん、まあ、前回のねガチャ動画で、内容は確認したんですけれども、もう一回テーブルから見ていきましょう。35で固有がつくキャラになります。で、タッグが70プラス20で、90% で、技術ボーナスが4プラス、固有でちょっとよくわかんないで、得意練習率アップ15に、さらにね35で普通に練習効果アップ15っていうのがかなり、大きいと思います。一応45までいくとね技術ボーナス6がついたりするんですけれども、まあこのテーブルは、35でほぼ完成されてるんで、全然いいですね。で、コツの方がキャッチャーとアベレージヒッターと、インコースの3つに、なります。で、金徳の方がね、キャッチャーで使うときは球界の頭脳か司令塔の、どちらかを選択するというところになりますので、今回の編成からいくと、司令塔を取りに行きます。で、ひじりちゃんからささやき戦術で、トシ君から、球界の頭脳でね、ここにスミカちゃん入れてきてるんですけど、ちょっとね悩んだのがビビちゃん入れて、バズーカをね、取ろうかなともちょっと思ったんですけど、暁大付属自体が久々なんで、一応打倒を優先して今回は、スミカちゃんを入れてます。で、あとはヤギュちゃん、ヤギュちゃんは一応外野枠ですね、やっぱり外野は追求をしておいた方がいいので、ヤギュちゃんを入れてきてますと。まあ、余剰がいるのでね、もともとこの高校は精神が稼ぎやすいんで、まあ、司令塔とかささやき戦術とか結構重いんですけど、まあ、精神については多分大丈夫かなと思います。まあ、その代わり、ビニショート筋力が足りなくなりそうな気はするんですけど、打倒とかねもうちょっと忘れてきてるからね。まずここで、あれ、スミカちゃんって最初で評価が上がったんだっけ。ちょい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 上がっていくからあんまり気にしなくていいような感じはしたんだけど、まずはやっぱ余剰だな。余剰倒そうで、スミカちゃんの評価を上げて、で本当だったらね最終的に六本木を最後に持ってきたいんですけど、六本木を最後に持ってくるのってね結構辛いんですよね。まあそこはうまくいった時には六本木くんを最後に回して、倒せそうだったらちょっと早めに倒しちゃいましょう。でコツがありますね。 15% ひじりちゃんか。でもな、余剰、二宮、六本木減らしたい人たちばっかりだね。ちょっとこっちで行こう、安全に行こう。怪我はねどうしてもするときはするんで、で余剰にアピールして余剰減らすでしょ。これでいくつになったの。もう2とかになってるかな。打倒打倒、あ2になってるね。よし、早急に倒そう。早急に次はただ練習できる体力がないかな。データ分析を極めろ、これが金徳ですね。でデータを学ぶと、これで続いていきます。まあ割とね長い内容ですねこのイベントは。ただ経験点はね全然悪くないんで、またコツがあるけどな。キャッチャーもね一回踏んでおきたいっちゃ踏んでおきたいんだよね。次は確実に練習できないからな。減らしておくか。なかなか難しいね。久々に来るとなんか悩む。あとね、そうひじりちゃんね後指が重いんすよね。スペシャルブレンド、体力がさっき回復しちゃったからな。まあいいや、フルティーサでいこう。よーし、 OK。
あ、これもね、かなり評価が上がるんで助かりますね。で、余剰が倒せる。うん、倒せるときに出そう。あとはスミカちゃんを評価を乗せたいんですけど、コンボとかでもね、もう一回評価を上げられるんで、一回くらい練習すれば乗るかな。怒りが上がって、三本松が下がって、六本木も下がると。え、これどうしよう。まあ普通に怒りでも下げとく。他のやつはちょっと怒りのカウントが上がっちゃうもんね。モテを盗め。これは一番上が経験点高いんだっけ。やる気が下がるけど経験点が高い、そんなような気がした。うん、やる気下がったけど、27、13、27、経験点は高いね、やっぱり。余剰のコツか。余剰のコツはな、別にっていう感じだからな。そうだね、二宮も減らしておきたいんだよね。ただまあ回復しつつ減らすか。六本木も先に倒すか。そうするとやっぱりいつもの流れでいこう。受けとこう、体力いっぱいあるからね。まあそんなに支障は出ないでしょう。ここもメンタルでいこう。二宮と六本木をちょっと中心的に減らしていって、ここは一応コツ潰しの意味でどうしようか。うん、やっぱりここだな。スミカちゃんの評価も上げていきたいからね。体力がねちょっと前回近かったのがもったいなかったね。よし、盗塁コツをつかんで、余剰の金徳ですね。まあこれも進めていきましょう。パソコンを直しに行こうと。やっぱりね、精神的支柱のね成功率がどうしても低いんでね。うわ、ここ美味しい、ここ美味しいけど外野かー。やっときたいね、これちょっとやっときたいね。やっとこう。コツ、粘り打ち。粘り打ちはね、トシ君とか余剰とかも持ってるんで、これってやる気下がるよね確か。まやる気はでも今そこまで気にする必要はないんで、まずは粘り打ちは掴んでおきましょう。で、追求してアベレージヒッター。まあアベレージヒッターもねいろんな人持ってるんで、あとはまあここだね。やっぱり人数の多いところでいきましょう。あ、しまった、スミカちゃんの評価気にしてなかった。ちょっともう11月に差し掛かる。そしてここは練習できない。無難に行こう。精神でスミカちゃんとかがいてくれれば精神をやるけど、いないね。どうする、寝るか。減らせられないんだったら寝た方がいいよね。寝よう。でひじりちゃんの通常イベント、これあんまり気にしたことないんだけど、どうしよう。一緒に勉強しようでいいかな。一緒に勉強したいよやっぱり。下級生と一緒に勉強するってどんなの。でデータ分析2回目ですね。これは勝手に終わるかな。でさらにさらに見ていくと、あー、すみかさんやっぱ乗ってねえわ。追加怒ってくれ、追加怒ってくれれば乗るかな。怒らない。余剰はもう終わってるから三本松でいきましょう。
筋力ポイントはね結構欲しいからね、養生とりあえず乗ったか、養生っていうかスミカちゃんで、二宮も減らしておきたい。二宮だな。ヤギュウちゃんどうする？技術はね今回結構稼げそうなんで、アベレージヒッターもじゃあ取っとこう。でこれやって3にしとくとかなりでかいかな。結局さ7位とさ3本松がめんどくさいからね、ちょっと見つつ、ただねここは美味しいんだよね、二宮と六本木。メンタルで7位が3減るのか、回復しつつ3か、でも3人かみたいな、まあ、それか追求を早いうちにやっとくかどうか。いや減らそう、ちょっと減らしていこう。六本木はでもやっぱり後回しにできないな。おわマジか、勝てよ、負けやがった。あれ勝てるとねめちゃくちゃでかいんだけどね。で2回目だからこれは体力回復してくれるよね。よし、精神57も入るんだ。ここはまたヤギウちゃんか。あれヤギウちゃんってなんかさ、おこれはやろう。さすがダブルタックで技術がめちゃくちゃ稼げるな。一応こっちも見るけど、これはもうここでいきましょう。二宮3減らせられるのはでかいな。あれこれ二宮なんで3減るの？ 2 人いるとさ2人分減るの？そういうこと？てかさ12月だけどさ、スミカちゃん告白がないよ。てかもう養生のこれ絶対無理なんだけど、上げてないよ守備力。まあ、先に飛ぼう。もうこれはもう失敗するものとしてしょうがない。ポテッムード丸メンタル、まあ、これはやっておくでしょう。六本木が倒せそうだな。六本木をとっとと倒すか。ここまで来たな。トシ君これは2回目か。巧みなリード、9回の頭脳でいきましょう。で、もう3回目か。星空星光くんは終わりましたね。で上が球界の頭脳、下が司令塔なんで今回は下でいきましょう。そういやさ、この高校結構データ派が多いね。養生もパソコン使ってるからね。なんかタックとか、おおやった、かなり掴んだ。タックっていうかコンボとかあっても良さそうだけどね。やっぱり技術はすげえ稼げんな。てかスミカちゃんもう来てくれないと間に合わないぞ。バントはひじいちゃんも持ってるからね、まあ、タオルをくれるのはいいんだけど、告白来い、来ない。まあこれは五十嵐にしておきますか。前入れはねちょっともうこれが厳しいんですよね。でコツ、ひじりちゃんがいますね。ちょっとねバントは後で掴むとして、7位が全然減ってないのか。ちょっとただコツはもらっておきたいから、まずはバントで、パワーヒッターはちょっと5で潰しましょう。筋力はね足りなくなりそうなんで。いやーマジかー。よし送球ありがたい、打たれたまあしょうがない、司令塔3で掴んでるからね。でどうする、一応タックか。悶くないね、25%か、それなりだよね。
やろう。よーし、通った。あ、二宮倒しちゃった。まあ、いいか。六本木が上がっちゃうんだよね。コツ、キャッチャーコツ惜しかったな。一ノ瀬四も下がる。あ、そっかそっか、そう、それで一ノ瀬を倒す流れだ。後イベどうなんだ、進み具合。これの内容がよくわかんないんでね、未だに。で、まあ一応初詣には行って体力を回復しとこう。インコースはな、ちょっと軽かったら最悪直撮りしちゃってもいいかもね。キャッチャーをね、直撮りするのは無理だからね。7%、まあ余剰はどうでもいいとして、一ノ瀬を倒すか。ちょっと待ってね、インコースをちょっと直撮りできれば直撮りしちゃって、星空星光くんからコツをつかむっていうのもありだね。63か、よし、これはつかもう。で、確実にキャッチャーコツを取っとく。あ、忘れてたあったね、試験あったね、そんなの。ただアベレージヒッターは取ってあるかな。アベレージヒッターでなんとかするしかない。パワーはいいか。合格ラインは10だから、おお、今のアンダなの。すげえファールっぽいけど、センターフライ、あと1点。まあ、最悪バントするとして、今のってボールだったかね。振り遅れるな、ストレートがやっぱり振り遅れる。これってさ、点取った方がいいんだよね、いっぱい確か。おお、まあいいや、とりあえず合格した。いや、試験なるものを忘れていたよ、マジで。あとマラソンがあるんだよね。これはそうだね、メンタルでちょっとヤシマを減らしておきますか。ダブバグ発動してもな。これでね、キャッチャーコツが手に入ればかなり嬉しいんだけど。来週がマラソン、特に何にもない。3本まで倒しちゃっても7位が上がるしな。五十嵐とかめちゃくちゃあるな。どうする、おとなしく寝てマラソンする。六本木もな、倒したいっちゃ倒したいんだけどな。サボると別にさ、監督評価が下がるだけだよね。いいや、打倒優先しよう。キャッチャー、キャッチャー、どう、キャッチャー、よし。じゃあキャッチャーは読んで潰しちゃっていいよね。休む、やったぜ体力回復したぜ。じゃあキャッチャーだけ潰しとこう。うわー、球界の頭脳も技術と精神だからね、取っちゃおう。じゃあ送球はまあ置いとくとして、メンタル、3本末1のせ12番、ラブパ中か。スミカちゃん回復してくれっかな。行こう、スミカちゃんに回復してもらって2月の1周を
よし、ありがとう。バレンタインでまた回復すると、あれこれさ、なんかさあったっけ、毒とか入ってないよねーと。これ走塁か。二宮は倒してあるから、守君って今どんくらいだったっけ。まあ、とりあえず減ってくれる分にはいいか。でもちろんここは練習したいね。六本木ここだな。一ノ瀬を倒して全体的に減らせられるね。守るが上がるけど、まあそれは別に大丈夫か。よし、ここにしよう。やっぱりそうすると六本木残せるんだったら残しておきたいな。ここまで来たけど、まあ守君が上がってたら全員下がってと。っていうかさ、スミカちゃんマジでマジで告白イベントが起きないんですけど、これデートが詰まるんだよね遅いと。ヤギウちゃんか、どうしようかな。いや、ここすごくねこれやっちゃっていいか。五十嵐が8になる、もしかして。そうすると最終的にだって何人になる。ちょい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 、3人になると多分倍になるよね。倍化するよね。3人の倍化のさ、88はきついよ。ただいや、88はきつい、それは無理でしょう。それは無理だよ。いや、美味しいけどちょっと無理だわ。おとなしく、どっちかを下げておこう。六本木を倒しておくか、それとも六本木倒すとどうなんだっけ。まあいいや。六本木倒すとさ、五十嵐とか下がった気がするんだけど。まあね、ここで上がっちゃうのはしょうがないよね。そう、五十嵐下がるよね。で、三本松が4上がるんだよね。そうすると松雲と七位か、倒せるときに倒しておくか。2月の3周、まあ悩むは悩むな、マジで。星空星光くんからキャッチャーコツを、あ、キャッチャーコツはもうもらったからいいんだ。だとしよう。で、次倍化になるところは気をつけないといけないから、で、7位を倒すと確か守君は下がったよね。スクも倒すと誰上がるんだっけ。4上がって、あ、ヤシマが上がるのか、五十嵐も上がるのかで、ささやき戦術の1回目。というかスミカちゃんマジでどうなっとる。だって4時終わったでしょ。おー、やっと来たよー。そうか、これでまた下がってくれるか。ただ選択肢は間違えないようにしないと。見られたくないのにして、2回あるからね選択肢が。上とかだとさ、連打してればいいだけど、いいだけなんだけど。回復したっけ。よーし、回復した。ありがたい、スミカちゃんマジでありがたい。入れてきた甲斐があったわー、本当に。4畳だけど、てか五十嵐しかいねえな。五十嵐を減らしておくか。うお、足が痛む。で、2回目だよねこれが。で、コツが来てるけど、まあ
キジリちゃん、カウント下げがやっぱり、あ、星空星水くんやっぱいいね。結構技術稼げるわ、まあ、稼げるけどちょっと打倒優先、まあ、早急骨もね取ってあるからね。これは体力回復するよね。よしよしよし、まあ7位はただ倒してあるか。またコツが来てるね。ヤギュウちゃん、うわ、3本松減らしをちょっと優先的にやっていかないとダメか。なんだかんだでちょっと詰まってきたな。打球伸び、これで3回目。打球伸びどうしよっか、3で掴んでおくか。まあ技術的にはね全然いいと思うんだけど、これはもう3本松をとりあえず減らしていこう。おお、これはまあしょうがない。でまたコツが来てるといえばコツが来てる。ヤギウちゃんめちゃくちゃコツが来るな。マモル君もじゃあ1にしておきますか。五十嵐を1にしておくか。いや、まあコツがあるからこっちだよね。技術がでも700はあんのか。司令塔は取っちゃいましょう、早めに。ムード丸も取っちゃおう、もう。司令塔、いや3だとまあまあまあいい感じだね。あー、打球の重いは重いよな、やっぱり。120か、重いね。ちょっともう一回練習しよう。で次はスミカちゃんとデートして、まあやる気が上がってくれるのは嬉しいと。おお、一気にやる気が上がってった。ちょっと待って、それマモル君との勝負がさ、なんかまたあるよね。上げとこう。まあ、D にはしておいて、パワー C だな。ちょっと1回 C で止めて、ミートも C にはしておきましょう。で、ちょっと1回 B 章は捨てておこう。肩、T まで持っていけるか。で、守備。なんだかんだで、やっぱり技術は使ったな。こんなもんか。一応練習のメンタルを見るけど何にもないから、ここはお出かけして体力を回復させましょう。スミカちゃんのいいところはカラデートがないというところ、マジで安心できる。そしてなんだかんだでもう4月。バイカが厳しいよね。バイカが筋力と敏捷くれるな。あおなんか出てきたよ。いや、パワーアップは無理だよ、もうここまで来たら。かといってな、体力はないっぱいだけどな。上限アップするし、やっとこう。三本松五十嵐、八島で、あとな、重なってるところでなんとか倒したいよね。これなんだっけ。ああ、1回目か。どうする、頼もう。やべ、守るか。やべ、ナイスだじゃあ守るくん最後に残してもいいな。でも倒せるね。五十嵐減らしとくか。ここはひじりちゃん、八島か。八島って倒すとどうなんの、もはやわからん。いいやん、ちょっと五十嵐を減らして、なるべく倍々にはしたくないからな。ここって練習できる？できるね。三本松と五十嵐が両方倒せるのか。倒しとこう。
これはもう守くん最後だね。あ、倒せねえじゃん。よくよく見たら三本松くんは五十嵐とかね、鉄人だからね、混じらないから。でこれで倍になるでしょ。まあ1111と。おっ、三本松下がった。悪くない悪くない。まあ二宮か俺かって言われたらさ、結構悩むよね。アベレージヒッターだからね、これはもうコンピューターに任せよう。でかつ俺司令塔と球界の頭脳を持ってるから、まあそりゃ二宮か俺かって言われたら俺か。二宮本当にね、まあ言っちゃ悪いけど大したことないと思う思うんだよね、選手の能力的に。最後さよならになってたね。お前はもう役立たずだ二宮。守君と三本松が両方倒せる。八島が倒せる。まあ倒せるときに倒しておきましょう。で5月中に三本松倒そう。受ける。ここで怒りっていくつだったっけ今。怒りを完全に減らしにかかっていけそうだね、なんとか。よし、とりあえず4、8、あと1本。最悪バント2回する。おお、ちょっとファールっぽかったけど、あとホームランでやってこう。 CC の絶好調であればもう全然大丈夫でしょう。パワーヒッターとか持ってないけど、 D とかはねちょっときついんだけど、やっぱりあれでホームランがいかないっていうのはちょっとパワー不足なんだな。あれ、これってさ40点取るとさ何ポイントくれるっけ。うおー、美味しいちょっと待ってね、スミカちゃんのデートもそういや進んでないっちゃ進んでないんだよね。怒りか。三本松だよなやっぱり。これ、いやー三本松だな。てか三本松って何くれんだっけそもそも。あ、恐怖の満塁男か、悪くないね。タックに目がくらんで恐怖の満塁男にするか。いやすげえ悩むな。ここもでもコツがあるのか。星空星光くん、もう別に取るコツはないよね。4318、レベルが高いからね守備の方が。恐怖の満塁男と、なんだっけいつも名前が出てこない突撃くん、チャンスメーカーの上位。切り込み隊長か。いや切り込み隊長結構重そうだな。6363、あと3131、あんまり変わんなそうだね。どっちもコツは取れないよね。取れたっけ。まあいっか、とりあえず3本まで倒しとこう。で後半はちょっとスミカちゃんとデートだな。まあここまで来ればね怒りはいけるはずなんでめっちゃ下がったし全然余裕だわ。よし、こっから練習重視でいこう。6月に入るまでは練習して、星空くん、まあいいかやっとこう。敏将もね、まあ、足りないっちゃ足りないからね。余剰かひじりちゃんかって言われたらデートだな。
で6月のイカリくんのイベントはもうイカリくんしかいないんで、まあ、倒せる時が来たら倒して、まあ、とりあえずはでもタッグ優先でいいかな。6月の1週2週とかはいいタッグが来てたらそっちで行きましょう。でささやきも終わりだよね。これもな1か3で全然違うからね。少しか、まあ、しょうがない。メンタルタッグ、イカリくんはここか。筋力はな、人がいないっちゃ人がいないからな。タッグのちょっとメンタルをやっとこう。3047はでかいね。てかスミカちゃん進んでないね。やばいやばいやばい。やっぱり倒してとっととスミカちゃんを終わらせよう。余剰が失敗してるからね。これはやっとこう。余剰だったらここだな。守備レベル5になるしね。さらばで、スミカちゃんまだ1回しかデートしてないよね。ここでさらに回復してくれるからな。タックがなければデートだな。タックが来てるね。星空くん、経験点的にはやっぱりね悪くないよね。6月の4週、いや1回進めておくか。なんかこうダブルタックとかが来た時に、うわダブルタックできねえみたいなことになってもねあれだからね。まずはそもそもささやきを、うわ重たいねやっぱり、しょうがない。でそこからちょっと肩と守備はやっぱり上げていきたいから、 BB くらいまでには持っていきましょうか。で補給もちょっと C くらいにはしておきたいと。よし、足まあせいぜい F だな。足は捨てよう。もうでちょっと一回デート進めよう。まあやっぱりねここでスミカちゃんの安定感っていうのが出てくるよね。安心だもん。日程さえ間違えなければ確実に消化できるからね。まあもちろん途中の試合で負けないっていうのはあるけど、だね、ちょっとデートしておこう。そうか今回やっぱり告白イベントが遅かったっていうところがただちょっと痛いか。クリスマスと正月を逃してるからね。あれ今のってさ4回目だった、もしや。これのさ成功と失敗がよくわかんないんだよね。おお掴んだね。マジでよくわからん。7月の1週、メンタルスカウトさんもいるね。これはまあここでいいでしょう。足遅いからね、盗塁もらってもしょうがないんだよね。さあもちろんここはサクッといってサクッと勝ちましょう。パワーヒッターどうする。早急はまあ一応取っておこう。バヒタも取っとこう。あとは切り込み隊長どうする。あパワーヒタ、待って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 、パワーヒタってさ怒りとの勝負で取れるよね確か、ホームラン打てば。それはじゃあ残しておくか。盗塁はな
だってさ、足遅くて盗塁がついてるとどうなんの？なんか盗塁されてさ、アウトになるのも嫌なんだけど。まあ査定的にはね、取っておいた方がいいと思うんだけどさ。別に俺査定中ではないからな。能力を優先しつつ、まあ、査定もちょっと中途半端野郎だから、どっちかに曲振りするわけじゃなくてどっちも欲しいみたいな。よし、この高校に2点入れられてるって、一ノ瀬くんの今後が不安だな。一ノ瀬完投したけどさ、温存させていく意味だったら絶対途中で怒りに変えた方がいいよね。こんだけ層が厚いんだから。あー、何にもない、何にもないよ、何にもないから追求してもな、余剰はしょうがないからな。いやマジでここに来て何にもなくなったか。なんかあるか、やることないよな。デートするしかない。いや待って待って待って、よくわかんないけど練習しとくか。じゃあここだな。人がまあそれなりにいたから悪くはなかったか。一人か、どうしようかな。ヤギュウちゃんいるか。スミカちゃんもう4回終わったよね、さっきので。なんか怖えな、なんか怖いけど大丈夫かな。いやすげえ怖いんだけど、ちょっと精神的にデートしとこう精神的にデートしとこうっていやそうするとさ、アプリにさ今実装されてるさ、今何回目まで行ったよみたいなやつすげえ便利だよね。うわ、しかも調子に乗りやがったなこいつ。めった打ちだけだと結構厳しいからね。1はまあただ取るは取っておくか、取れる時に取っておきましょう。うおー重い、しょうがない。やっぱねせめてコツ1は欲しいよね。骸骨2回の裏、暁大附属攻撃に入ります。先頭バッターは、これは行くか行かないか。あれ、そういえばさ、俺弾道いくつだっけ。弾道2だよねこれ。そういえばよく怒りの時にあんだけ打ったな。弾道2だねこれは確実に。もう1本打っときたい。山上くんに変わってる。めった打ちって言うけどさ、別に山上くんからはめった打ちしてないよね。わあ、今のはちょっと流されたな。じゃあ弾道は3にしておくか。イカリからホームラン打ちたいしな。ここに来て頑張ってるね。甲子園決まったから張り切ってんのかな。おーし頑張るぜ掃除みたいな。どうするよ。メンタルで回復しとくか。まあ、結果論だけ言うと4回目までさっき終わってたから、やっぱりヤギウちゃんからコツをもらっておいた方が良かったんだろうけどね。まあ、そこは俺の管理不足だったっていうところがあるからやる気がなさすぎるんだけど、イカリくん。ホームラン持っていけるかな。ただちょっと待ってね、やる気がない割には結構際どいところを攻めてくるね。うわ振り遅れたじゃなくて早かったのか今は。精神ポイントが10とか。まあこれはこれはどうする。こっちかな。1回メンタル挟んどかないと甲子園でずっと練習できないからね。
じゃあちょっとここまで来たから、もうパーヒーター取っちゃいましょうと。で、精神がわりかし余っているといえば余っている。切り込み隊長取ろう。あとは満塁男も取っておきますか。逆境か、まあ、逆境云々よりもちょっと補給を B にしておこう。肩が A にできないのか。完全に足は捨てだな。まあでもそれはね、キャッチャーの宿命だよね。うおー、1点入れられてる。てかさ、俺の球界の頭脳とかさ、どうなってんの。司令塔とかさ、ささやき戦術とかさ、ちゃんと機能してるんですかって言いたいけど。まあでも炎上はしないからね。しまった。抜けたけど、うおー、マジで機能してないわ。とりあえずこれで点を取っときたい。無理か、点、うおー、負けた。まあこれはしょうがないよ。俺のキャッチャーのリードが悪かったのか。球界の頭脳とか持ちながら3位か。やっぱりね、スミカちゃんがね、クリスマスに間に合わなかったっていうのがやっぱりでかいよ。それがここまで尾を引いている。一応後指はギリギリ終わったか。ここでローボールヒッターもらっておいて、うん、まあ経験点はこんなもんでしょう。で、そうするとまずはこれは取っておくでしょう。で、肩はやっぱり A にしておきたいよねと。で、守備も A にしておきたいよね。補給も A まで持っていきますか。精神あるし。で、あとはちょいちょいちょいと上げていくか。いや、盗塁は無理だよ。筋力がわりかし余ってるといえば余っている。あ、あれ取ってないわ。ブロック一応取っておこう。で、そこからいぶし銀とか取ると結構、あ、追い打ちを1個取っておくともう1個取れるんだよね多分。本塁生還が取れなくなる。あ、打球伸びとか。一応せっかくだからつけとく技術なくなるけど、まあ、せっかくコツをつかんだんで1取っておきましょう。まあ、精神が余っちゃうけど、代打つけておこうか。あんまり代打として活躍しなそうだけど、よし、これでいいか。いや、S2かー。まあ、ミートとね、パワーがね、伸びてないからね、しょうがないんだけど、まあ、とりあえず今回はね、星空星光くんの、性能ということで、まあ、やっぱりね、技術は稼げますね。で、さらに球界の頭脳と、司令塔の、選択肢っていうのはかなり大きいですね。やっぱり司令塔持ちが確定で、しかもね、3で手に入る可能性があるので、まあ、星空星光くん、優秀なキャラだと思います。テーブルもいいし、経験点も稼げるキャラなんで、まあ、ただやる気効果とか思ってないんで、まあ、ブレインマッスとかで使おうとするとなかなか難しいかなというところはありますけれども、まあ、全体的には優秀なキャラだと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。